さ、大事なことはさ、こういうの多めにちょっと入れといてさ。いやいやいや、いいですいいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、この息入れるものなの？はい。バッチリ。おはようございます。今日はバーベキューということで、じいちゃんの家に来ました。そして庭でバーベキューをしております。あ、机の匂いだ。あ、机の匂いだ。いや、ようやくね、キャンプ道具を使えるということで楽しんでやっておりますが、めちゃくちゃ暑いので先にもう乾杯しましょうか。ヘメゾウさん、はい、ノンアルコールで開けたるわ。では、おい、さっきももちろんノンアルですね。はい、ノンアルですね。はい、ちょっとだけアルコール入ってるけど、では乾杯したいなと思います。乾杯。はい、乾杯。うまいな。キンキンやないかい。しかし、一番最初の火起こし、かっこよかったな。いや、マジかっこよかったな。ほぼ一発。それせせりだね。せせりポン酢しようかなって。なるほど。これパンかな。パン、オープン。いやー、うえー、牛脂入ってない。入ってたよかった。あ、飛んでた。じいちゃんの庭に奉納しちゃった。箸がそのあそこの中に入ってる。カトラリーセットね。うん。しよう。待って、これめっちゃ日焼けするね。では食べてください。いえいえ、君よ先に。え、もうタックの先にだといっぱい動いたんだ。ほら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 、早く先に。たんだよ。もう、いただきます。熱い。うまっ。めっちゃ美味しい。これちょいちょいでさ、うん、カメラ置いて食べていってや。うん、もうどんどん焼いていくから。わかった？うん、白めっちゃ濃い。うん、うまっ。うまっ。うん、どうですか？めちゃくちゃ熱い。熱いね、全部煙がついてるもんね、見事に。煙が、わー。あ、やべ、こっち来た。うん、下引かなあかんって言うけどさ、うん、プラス下引かなすごいわ。ああね、燃えるわ多分な。これ買えるやん、うん、どっか穴開いてるで。あ、そう、うん、だってこれナイロやもん。でもこれもともとさ、瞬間接着剤パンツやねそう、私がこぼしちゃったやつね。そうだから、まあ別に燃えてもいいねんけど。あっちいよね。あっちいね。キャンプって楽しいの？怖い。あ、そっち行ってるわ今。え、怖っ。あっち。トウモロコシ、ぐれた。あ、しいたけやばい。カリカリになってる。もう干からびてる。干ししいたけみたいな。干ししいたけなんだった。うん、焦げたね。うん、焦げ焦げだね。真っ黒だね。真っ黒だね、これ。あげるね、これ。ありがとう。でももう焦げ焦げだもんね。あ、燃えてる。燃えちゃった。燃えてる。燃えてた。ファイヤー。燃えちゃったね。やっぱり玉ねぎ絶対やばいと思う。オープン。そしてこれもだよね。うん、オープン。ほぼ炭になってるね。そしてこれもだよね、うん、オープン。オープン、やばいね。うまいし、天気もいいねんけど、うん、これ疲れるからデイキャンプ無理やな。止まらんと。
また止まったら止まったでもしんどいねんけどな、うん、片付け大変や、うん、どう俺の焼き加減、うんうん、ちょっと全然的に、うん、濃い仕上がり香ばしいね、うん、あ、香ばしい仕上がりになってる、だいぶ濃い、あの香ばしさだね、ありがとう、なんか苦味もあっていい感じ、まあここからキャンプ飯やっていくよ、うん、まずはバーベキューから始まって、うん、次は穴見つかわれへんくなったら、うん、あれを台にして、うん、あのメスティンとかあるから、うん、それでなんか米炊いたりとか、うん、アヒージョ作ったりとか、うん、しようかななんて、焦げたアヒージョ思ってます。そしてこのテントは一応映えのために置いてるけど使うことはないでしょうね、おそらく今日は暑いもんだって、暑いもん中におると風来へんから、とりあえず火切ったらじゃない、うん、風入ってくるかもよ、そうやな、うん、刻んだネギいきます、みちえ名付けてじゃん、ヨミゾウのせせりポンツ、ドドドン、はい、どうですか、うん、うまいうまい、うまい、ネギがな、冷たくてな、いい感じ、うん、イエーイ、今日の中で一番うまいんちゃうか、うまいね、うん、どう、今日の中で一番うまい、そうやろ、うん、うん、はい、というわけでバーベキューキャンプどうでしたか、うん、楽しかった、ちょっと疲れましたね、うん、意外と難しいね、うん、またね、この反省を生かして、うん、特に反省点はどこがあったかな、うん、火が強い、火が強かったね、焦げ焦げなって野菜全然美味しくなかったもんねほぼ食べれたもんじゃなかったね、ねえ、面白いぐらいに、だからまあ次回からね、火の加減を調節していこうというのがまあ僕の目標で、君は何かありますか、洗い物した時にネイルで爪真っ黒になったぐらい、そう、油がね、真っ黒落ちたからちょっとグローブして、うん、タックはこのセッティングと大きなものを片付けたから、うん、私はこの細かな食器とか、うん、鉄板とかさ、担当じゃん、そうですね、うん、やっぱそういうの気をつけないとなと思った、そうですよね、まあちょっとね、一個一個やっていきましょう、頑張って、そうね、うん、あと2回ぐらいやったらもう完璧じゃない、まあ、そうやね、なんかやっぱテントが夏になったら暑いねんな、この中が蒸されてんねんな、うん、だからさっきまで全裸状態でいたんですけど、エンディングはちょっと全裸ではお見せできないということでちょっと中に上来たんですけど、まあタープもいるかもしれん、もしかしたら目が遠疲れたからね、運転もしたしね、そう、朝早かったしね、そう、ではこの辺で終わりたいなと思いますもう多分ね、片付けし終わった後エンディング撮ったらマジでほんまに顔を見せれるような顔じゃないと思うので、ね、ここでちょっと、ね、ギリこれが見せれる顔なんでね、エンディングしたいなと思います、ではね、見てもらってありがとうございました、ペコリ。